名前をお聞かせください。はい、マリンユキです。はい、普段はどんな活動をされてますか？ライブ配信メインで弾き語りっていうか弾き喋りって言われてるんですけど、そういうのをやってます。うん。何かを表すことって自分にとってどういうことですか？その変わった感じに言われることが多いんだけど、それでちょっと空気が変になることもどうしてもあって、でもライブ配信とか普段の自分の舞台とかの表現の場とかだと、なんかその思うままになっても、ああどうぞウェルカムみたいな感じに言ってもらえるので、それはちょっと嬉しいな。私があるがままに受け入れられてる感じがするのかな。好きな色は？好きな色は黄色、赤、黒、白。好きな食べ物は？好きな食べ物はカレーと唐揚げ。じゃあ最後に元気が出る効果音を叫んでください。